量の裏側、知られざる真実。股関節から健康の秘密を解き明かす治療の名手、井上先生。股関節矯正セッション、その驚きの施術法とは？まあ、簡単に言いますとね、お顔に書いてあるんですよ。まあ、目に見えないけれども、確かに存在はしてるわけですよね。必要なお話なんですよ。で、それを知らないので、どこかで脱線してしまうんですね。一緒にその深い知識と技術の世界へ足を踏み入れてみましょう。はい、お願いします。先生は股関節矯正っていうことを、はい、やってもらったんですけども、はい、めちゃめちゃ満足度高くて、はい、ありがとうございます。入っていくんですけど、はい、この股関節矯正ってどんな感じのものかっていうのを教えてもらって。あ、なるほど、股関節というものは2つございますね。右と左とですね、こういう形してますね。でこの関節は、まあ、私のこの手で説明するのはあれですけど、ここの角にね、これ130度の角度がある骨なんですよね。130度の角度があって、そこで固定ついてるわけです。でそれが片方だけこういうふうにずれてしまいましたら、この角度の分も悪さするんですね。でどう悪さするかというと、腸骨、骨盤ですよね、これをね、こうこういうふうになっちゃうんです。で人によってはこうなっちゃうんです。ただこうじゃなくて上がったりねじれたりするんですね。あと両方ずれてる方は滑っちゃうんです。と恥骨が前にギューッと飛び出ちゃうんです。ですから股関節がこう操ってるようなものなんですよ、骨盤っていうのはね。だから骨盤を直せば全て良くなるっていうのがよくね、テレビや雑誌で言われてますけども、要するにそのじゃあなんで骨盤がずれるのってなりますとね、それは股関節がずれてるからずれてしまうんですよ。でそれね、あまり言われないんですね、ですから右の股関節がずれているのか、左なのか、両方なのか、逆に入りすぎてしまってるのか、いろんなパターンがあるんです。でその人のずれ方に合わせて、矯正していきますと、根本的な問題解決になるんですね。で股関節を直せば仙骨がずれてるのもスッと戻る、ね、骨盤もスッと戻る、また腰椎も戻る、胸椎、頸椎と、ね、あと首のね、こういう関椎とか、そういうところの歪みも取れてくるということで、そのねじれた背骨のその椎間孔というところから、まあ、神経出てるわけですよ。でそれがね、ねじれたりすると圧迫されるところ出てきますから、その圧迫されるとその神経がこうおかしくなって、その支配する神経の末梢の機能が悪くなる。これを神経障害による機能障害って言うんですよね。だから機能だけを見ちゃうじゃないですか、どうしてもね。だからそれは表はこっちに支配してるところが神経があるわけですよね。だそういう考え方です。はい、体を見ただけでなんかどこが悪いみたいなのも分かっちゃうじゃないですか。はい、そうですね、まあ、簡単に言いますとね、お顔に書いてあるんですよ。お顔に書いてあるんですね。眉毛の高さ、眉毛の生え方、はい、あと鼻翼の高さ、耳の形、頬の形、そういうところに全部現れてましてね。で、まあ、人相学とかではないんですが、要するにそのお顔にもう書いてあるんですよ。それを私パッと見た時に、まあ、その歴史が今までどんな風に歩まれてこられたのかなっていうのがもう分かってしまうので、そこをご説明していくんですね。こうだったんじゃないんですか、ああだったんじゃないですかっていう話をしてね、過去の状態、現在の状態、未来の状態でね、タロット占いじゃないんですけども、そういうことが分かれば、一番いいんじゃないかなと。なんか超能力のように見えたんです最初、顔で。ああ、まあそれはですからね、事実に基づいた、ことなんですね。ですから、まあ簡単に言うとね、書いてあるっていう、ね、かのアメリカの大統領、エブラハム・リンカーンですかね、あの方が残した言葉に、40を過ぎたら自分の顔に責任を持ちましょうっていう、ね、言葉を残してらっしゃいますよね。でそれはやはりその頑張って生きてきた方はね、頑張って生きてきたっていう顔になりますしね、要するに怠けて生きて、生きてくれば怠けた顔になってるわけですから。ですから股関節がずれて生きてくればですね、
40も過ぎればですよ、もう股関節がずれたら顔になってるんですよねそういうことです。そうなんです。それ分からないんですけど、それをこうちゃんと分かるように何かこう文章とか絵とかね、そういうのでこう、こういう方はほらここがこうなってますね、こっちがこうなってますね、そういう説明ができるんですよね。これ話してると、はい、国もやってるじゃないですか、はい、輝いてるんですよ、楽しそうだな。ああそうですね、これは、まあ、私が17、18の時に椎間板ヘルニアになりましてね、で大学病院を2つ行きまして、それでヘルニアであると、だからあとオペしないと治りませんよと。で当時の、ね、手術は成功率 60%、 残り 40% どうなるんですかと、下半身不随になる場合もあります、でサインしてください、これね17、18の男の子サインできません、でそれが始まりで、治さんがためにいろんなことをやったわけですよ。で当時新聞配達で貯めてたお金がね46万円ぐらいあったんですけども、ギブソンのギターが欲しくてね、それを貯めてたんですが、全部あちこち行ったんで治療費で使っちゃったんですね。それで、ね、使い果たした後にその股関節っていうことを知るわけですよ。それは17歳の終わりぐらいですかね。原因だと分かると同時に治るという体験があるわけですね。股関節で矯正したら治ってしまったんですよ。そうですそうです。でその後ね、こう体を動かすのキックボクシングやったり、そういうのができるぐらいにもう元気になったわけですね。でそれが18歳ですから、まあ、当時ねそういう若者が、こういう苦しんだ挙句股関節矯正によって治るんだということを体験して感動したわけです。そうすると同じように苦しんでいる、方々はね、いっぱいいらっしゃるので、そういう方々に教えてあげたいなという、もう単純な発想ですね。そうです。それでそれをこう広めていくのをお手伝いができるようにと思って、いろいろとね学んでいって、で気がつけばもう何十年もやってるっていうことなんですね。ですから、今日今日に至っても私はその18歳の時の、自分と同じものがあるんです。だから18歳に戻っちゃって言いますかね、そのくらいだからウキウキワクワクしちゃうんじゃないですか。そういうなんだと思いますよ。もちろんこの物理的なものもやられてますけど、はい、先生は気候も使いますし、魅力スピーカーっていうはい、使ってなんかいろいろ目に見えない世界もそうですね、まあ目に見えないけれども確かに存在はしてるわけですよね。ですから実数で全ての計算通りにいかないこともあります。人間なんかね、例えば作曲ね、音大出てね、音楽のことはすごい勉強して、だけど作曲してって言ったら、えどうやって曲作るの、だけどなんかこうひらめきとかね、こうえっとこうひらめいてね、それでこうなんかできちゃったんですとかね、そういうこともありますから。だから考え抜いたからできるっていうものでもないし、でまたは人々のお付き合いの中でもご縁っていうのもありますからね。でその中で例えば実際お体を矯正していくにも、例えばものすごくお体が硬くなっている方、もしくはご高齢の方でこれグーってやったら骨折れてしまうという状況の人もいらっしゃるじゃないですか。でそういう方々のためには別な方法もないかなっていうことも考えてるわけですね。そして気を使ってその人の悪いところを見ていくわけですね。そしてその送っていくとそこの歪みが治ってしまうんですよ。でこれは毎回毎回私の方がびっくりさせられます。すごいなって思いますね。だからそういう力がこの神羅万象にはね、この大仏には存在するという、ね、であればそれをご縁して、そういうねエネルギーをお届けするって言いますかね。でそれは私のパワーではないんですよね。存在するエネルギーをお取り次ぎするというね、そういうことですね。でこの魅力スピーカーですね、これはもうご覧の通り前方後円墳のね、形になっております。ですから型っていうのはとても大事だっていうね、
ことなんですね。何をやるにしても、書道をやるにしても、ピアノを弾くにしても、指の形が卵1個入るとかね、そういう形をちゃんとしませんと形にならない。でこの形というものが音の場合は本当にとても大事なんです。四角いスピーカーですから、四角い音になってしまうんですよ、ですから四角いバイオリン、四角いギター、あまりいい音しないと思いますよね。作るのは簡単ですよ。四角くしてパンパンパンってやれば、制作はビーンビーンですから簡単です。こういう丸みがあったりこう作るのは大変です。だけどもその自然界に存在するものはやっぱりひょうたんとかね、ひょうたんもこうなってこうなってますよね。だから、そういう、のは黄金律で、作られていたり、もしくはイタリアですとフィボナッチ数列というものも存在しますね。生態的に言うと第一関節ありますね。で第二関節はこの第一関節のかける2なんですよ。でここは第一関節のかける3で、ここは第一関節のかける5、そういう法則があるんですよね。それは樹木が葉っぱを出す、すべての葉っぱに太陽の光が当たるように勝手に生えてくるわけです。でもそれは勝手じゃなくて法則があるからそうなんですよね。蜂の巣もそういうね、六角形とかもうね、そういうもう決まってるじゃないですか。そういうものが自然界には存在する。水を凍らせれば雪印の結晶になる、その形になるんです。ですから型ってとても大事なので、もしやこの前方後円墳の、形をですね 3D 化してこのように作って、スピーカーね、非常に優秀なスピーカーをつけてあげたらどうなるのかなということで、音を出してみたらとんでもないことがですね。それはいろいろな実験ができますので、それはもう実験もできます。物理ですから、最終的にはこれは、はい、先生の施術、どういう方が主に受けられると効果を感じられる、はい、いやもうこれはもうどなたでも、はい、で私のこの話は、10人が10人、100人が100人必要なお話なんですよ。でそれを知らないのでどこかで脱線してしまうんですね。それは右か左か、後ろか後ろに倒れるか前に倒れるか分かりませんけどね。だから全ての方には知っていただきたいとは思いますね。要するに股関節の角度がずれてるので、例えば船でもいわば経度緯度とか測って航海をするわけじゃないですか。 でハワイ島に行こうというふうに言ってハワイ島着くわけですよね。だけど それが股関節がずれているとするならば、角度がもう変わってしまうんですよ。ですから ね島に着いたけどいいスタートだったってね、なんか上陸したらアホウドリしかいないとかね、そんなことになっちゃうわけですね。だから角度っていうのはとても大事、それは方向性ですからね。体がすごく不調になるというね、切符を買って電車に乗れば最終、ね、駅はそういう駅に着いちゃうわけですよね。途中下車もできないんですよね。ですからそこで、その切符を買わない方がいいですよ。あ、そうなんですか。でこちらの方が、ね、よろしいですか。でそういう方向性を変える。で方向を変えれば、ね、最終的に到着するところは非常にこういい、ね、健康の状態が得られると、まあ、そういうお話の仕方もしています。そしてこの動画がよろしければ高評価とチャンネル登録